じゃあ早速一人目の方お願いします。新婚さんいらっしゃるみたいなテンションでやってます。そんな明るいテンションで、あ、お願いします。お願いします。お名前は聞いてもいいですか。かき氷さん。かき氷さん、はい、おいくつですか。32歳。はい、あ、いいですね、若くて。そっか、32歳。そうだよね。そうで、32歳、ちょうど一人目を出産した時です。そう、そんな話はどうでもいいね。じゃあ、はい、お願いします。お願いします。私も結婚して今3年で、1歳の息子がいますと、はい、で、共働きなので、まあ、ヘッツもドタバタで過ぎていて、もうあの土日にまあ家族の時間みたいな感じになるんですけれども、その中で一人の時間であったりとか、それこそさっきお話しされてた夫婦の時間とまあ家族の時間って、このバランスがすごい難しいなと思っていて、あの特に旦那はこう一人時間がちょっと必要だっていうふうに言うタイプなので。いるよね、そういう人。そうなんです、で一方で私は結構そう、それこそ毎日の話を雑談的に、なんだろう、何も特に面白いことがなくても、今日これがあったよみたいな話をつらつらと言いたいタイプだったりするので、なんかそこのバランスが難しいなと思って、皆さんどうされてるんだろうなみたいなことを。どうですか。うちはね、あの夫やっぱり一人時間欲しい人なんですよ。男の人って欲しがるよね。そう、欲しがるから、うちはその夫のスケジュールは私全く把握してなくて。それもすごいよね。そう、普通は把握してるよ。だからね、多分そうしちゃうと向こうはもう、いつが一人時間か、いつが仕事か分かんないじゃん。だからそれぐらいグレーな時間を作っておかないとダメなんですよ。全部私に知られちゃうと彼は多分息苦しくなっちゃう。だから、そう、だからグレーの時間を作っといて、で私もそれに何も言わない。で彼が息抜きしたかったらちょっと遅く帰ってくるとか、ちょっと早く出て一人で髪切りに行くとか、あまり全てを把握しないようにはうちはしています。逆にね。そうで、一緒に帰ってきた時に、まあ、一緒の時間だからその時間を共有するっていう感じで、なんかあんまり白黒はっきりつけちゃうと、多分息苦しくなっちゃう人っているんですよね、男の人って。でもなんかさ、そうするとなんか平等じゃないとかなるじゃないですか、結局。そう、毎日思ってますよ。ね、でもこれはね、私は平等はないよね。その平等はやっぱどっちかが、その思う、そのメインを持って、子育ては軸は持ってやらなきゃいけないんだろうなとは思うし、そうですね、あと、あの人、私たちもう3人いるから1人目の気持ちもちょっと忘れちゃってるから、でも1人の1歳だからすごい大変な時、一番大変ですよね。そう思うと3歳になったら楽になるから。なるほど。3歳になってもう幼稚園行く、そしたらもうちょっと自由みたいな時間ができたりもするし、今保育園も行ってるけど、そうだね、あと3歳になると比較的自分でいろんなことができるようになってくるので、全てがこう靴下履かしてあげるとかっていうことじゃなくなってくるから、精神的にも楽になってくる。3歳、4歳、ね、多分今が一番大変だと思います。人生がもうガラッと変わって、今までのやり方が全部通じないじゃないですか。で今多分一番大変で、その時に一番その辛い思いを共有したいのがきっと旦那様だと思うんですよ。なんかそれはやっぱ伝えた方がもちろん良くて、ね、ストレスだもんね。ストレスだし、一緒にこう共有はしたいですよね。そうですね。その子供の大変なこととか、そう、一人でね、なんか背負うとやっぱ辛いけど、誰かと共有できることで、その誰かがやっぱり、私は夫であってほしかったから、私もすごい言ってました当時は。え、なんで聞いてくんないのみたいなとかも、帰ってきた瞬間から喋り続けるみたいな。やだやだよ、まだ俺バッグ置いてないけどみたいな。で、やっぱこんなことがあった、でこういうことしたかったんだけど泣いちゃってできなかったとかも全部伝えてました。で、それをやっぱり聞いてくれないっていうのはちょっとないかなって思う。確かにね、そもそもあの帰ってくるのも遅かったりとかするので、そっか、帰ってくる時には寝ちゃったりとかしてるっていうのがあるので、まあ、平日は私はちょっと今オンライン会話続けてるので、あのフィリピン人に今日会った内容を正すことに、先生にね、ストレスを解消してるっていうのが、いいじゃん、今なんですよ。スキルも上がるしね。英語の文句やスキルも上がるでしょ。そうなん、それでもいい相手がいますからね。でもあとはなんか顔見て
話せないっていうことは結構あるから、うん、もう全然なんか別に喋らなくても LINE とかで今日体大変だったとか勝手に送りつけるだよね。なるほど、そうですね。あとやっぱパパと子供だけの時間を作っていかに大変かを分かってもらう。確かに、なんかそれ大事ですよね、うんうん、私もなんか一人目の時はなんか任せるのが怖かったりとかして、うん、なんかこう結構自分がでやっちゃってたけど、もっと任せればよかったなって思うし、うん、なんかパパも慣れる時間が必要だから、もうなんかとりあえずもう命だけ無事に帰ってくればいいやぐらいな感じで渡しちゃえば、うん、あとは意外に平気だったりしますよね、うん、辛いものは食べられません、あとは何でも食べられますみたいな感じ で別に一食食べなくたって死なないじゃないですか、食べるものがなくたって、うん、と思ってその気持ちで送り出す、うん、うちはだからね 2歳ぐらいでパパお父さんとデートっていう二人きりでデートっていう、いい、ね、タイトルもいいね、そうそうそう、うん、っていうのを作って、だから1人目の時やったか2人目の時はそろそろですねみたいな感じで言って、だからどうしても食べられないものとかだけは伝えて、あとは何でもどうぞお好きにって言ってやってますね。いや絶対できると思う。だって私たちだって初めての子育てでできてるわけだから、うん、旦那様も絶対できるはずだから、意外にね任して見ちゃうと自信もついて、うん、なんかこう向き合ってくれるようになりそうな気がしますよね。そうですよね、うん、あの実は今日もあの息子は預けてきて、うん、あーすごい、そうなんです、うん、ちょっと一人時間を満喫して、ね、あいいですね、ストレス発散してもらって、あとはもういる時にこれから何でもない話を始めますがうなずいてくださいみたいなそうですそれを一番に見てみたいな、はい、聞いてくださいみたいな、口上で言うのね、そうですね言って何なんだよとか言われたらムカつくじゃん、止めないでみたいな。あ確かにね、答えは求めてません聞いてくれればいいです。わかるわかる。ママ友とかはいないんですか？あ、ママ友もいるので、たまにまあ夜寝かしつけた後にママ友とちょっとオンライン飲みみたいなことをやってます、ね、あ、いいじゃないですか。あ、じゃあ満喫してる、はい、うんうんうん、うん、してるしてるしてる、はいはい、うん、そうですね、大変だよね。そうなんですよ、ね、いや今一番大変だと思う、今が本当大変、ね、大変だけど振り返ると、うん、うん、あ、なんかすごい愛おしい時間だったなって多分思う。そうでもさ、これぐらいだから自分のお母さんたちもこんな可愛い時今しかないとかって言うけど、うん、その時はもう大変だから今しかないじゃなくて早く大きくなれって思うもんね。わかるわかるわかる、うんうん、でも本当に本当にあっという間に大きくなっちゃうんで、ね、うん、それは絶対いろんな人に言われてて、そうそう、分かってるんだけど、そう、今助けてほしいし、今楽になりたいですよね。そうですね。でもまあ比較的意外にねパパも協力、そうだし、あとなんか疲れ切ってないもん、うん、そうすごいですよね、すりガラスで見えないかもしれない、疲れ切ってないですもんね、疲れ切ってない、私なんか疲れ切ってる、楽しみにしてきたんで今日生き生きしてるなるほどなるほどそっか、でも本当に年齢的に言うと本当幼稚園とか3歳4歳ってなってくると子供もいろんなことができるから大変なこともあるけど、今やってることが全て一生続けなきゃいけないわけじゃないから楽になりますね。楽になると思います。確かに、あとは小学校1年生の壁がありますから、うん、その時まで3歳から6歳までちょっと休んでほしいですね。やっぱパパにももっとこう自分事として考えてもらえるように今のうちからやっといた方がいいかもしれないですね。そうね、そういった意味でこう大変だったことは伝えたいよね、うん、伝えた方がいいと思います、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。1歳ぐらいは大変だよね。最初の子一番大変だと思う、最初の子育てが。だってうち3人目生まれた時に旦那さんとこっから3年頑張りましょうって話だったの。でもちょっとそうやって期限が分かるだけで気持ちも楽になるから、ね、うんうん、夜泣きもあこれ一生続かないよねって分かるだけで楽になれるもんね。楽になる、うん、ただだから1人目はそれが分からないから分かんないのよ、辛いですよね、出産より辛いじゃんと思うもんねそう、産んだ後のが辛いっていうね、そうそうそう、うん、思います。頑張ってほしいんですね。ねー、一緒ですね、悩みは。じゃあ続いての方、最後の方ですね。はい、本日最後の相談者の方です。それではお願いします。それではじゃあお名前と年齢お願いします。ちーと申します。ちーさん、はい、あ、ちょっとマイクがやっぱり調子悪いですね。ポンポンはいけたんですけどねちょっとお待ちください。はい、
みきちゃんのファンの方は本当年齢層幅広いですね。ありがとうございます、うん、本当にあのコメントでもね62歳ぐらいの方もコメントとか、うん、そうなんだ、うん、するの、ね、男性も女性もこうそうですねいらっしゃって嬉しいですね。だたまにあの学生にも話しかけられるすごい嬉しそう嬉しい大学生の子とか大学生そっかそうだってもうテレビあんまり見てない世代だもんね。そうそうミキちゃんのアイドル時代も知らないかもしれない知らないと思うよ。そうなんですよ。そっかそっか幅広いですねやっぱりね嬉しいですね。でも YouTube 始めてからやっぱりあそうなんだ、うん、確かに今うちの子もほとんどテレビ見ないで、うん、YouTube ばっかり見てる。パパ怒んないの？パパはねテレビ人としては初め怒ってた、うんうん、俺何の仕事なんだよつってそうなってくるよね。でも最近は YouTube 今何流行ってんの、あ誰が人気なのって逆にもうそっち、うん、いいですねじゃないとこれからの時代はね無理だよね。本人もだって YouTube やってんだもん。あそっかそっかそうそうそうじゃあいいよね。パパの見たりするの？パパの見てんのかな。私たまに 見てるよなんかすごい面白かったの、うん、あのね、渡部さんを、うん、渡部さんを、うん、そうサマーズと南川さんでずっといじるっていう。あすごいねぜひ見てくださいすごいね、 っていうねそうなんだ、はい、ぜひ。そっかそっかマイクの調子治ったかな。そうなんですよマイクがねポンポンしてんですけど。もう一本それですよね。そのあ入るときは入るけどって感じですね。ポンポンはいいですダメだどうなってます。私地声で喋りましょうか。このマイク渡して全然いけますよ。じゃあはいじゃあお願いします。これでじゃあ2人で行こう。これで、はい、どうぞ今年で9年目でシングルマザーで、はい年子の育児をしてきました、うんで体調を崩した時など、うん、もう毎日が仕事と、うん、学校のことでいっぱいいっぱいになってしまって、うん自分の余裕が全くなくて、うん、子供たちにこう強く当たってしまうことも本当に多くでそのことで自己嫌悪で夜、うん一人で泣いてしまうことも多く、うん、であのミキティさんのこう YouTube チャンネルを見て、うん、ちょっと一息してみて嬉しい、うん、息抜きで一日を終えるというスタイルなんですけども、そのお二人 の, あの中村さんと、うん、あのミキティさん の, この育児の息抜きだったり子供との向かい向き合い方をどのようにしているのかっていうのをお伺いできたらなと思って年後で10歳と9歳あでももう大きいんですね。8歳です。はい、はあ年後大変や。私の中で、うん、あの子育て大変度合いランキング、うん、第1位年後です。いや分かる。そうで第2位に双子でも第3位に男兄弟っていう、はい、あるんですけど、もう第1位ですよ。年子育児一番大変。ちょっと違いでね、おむつのサイズも違うし、離乳食食べられる食べられないもあるし、でも同時に泣くしね。しかもお二人目じゃ生まれてからすぐなんです。赤ちゃん二人を記憶にちょっとないぐらいない。いやー大変。どうですか自分時間。自分時間ですか、うん、まあでもちょっと大きく、ね、なってくると10歳8歳そうですですよね。学年年後で1歳9ヶ月なんですけど学年年後に、あそうかなってしまう。大変。ミキちゃんの自分時間はもう本当にネットフリックスを見てるか そうですね、あと私はもうなんか比較的家事嫌いじゃないのね、うん、ただその家がぐっちゃぐちゃな家が整っていくっていうのが結構すっきりしていく。はやってやったぜみたいな。それがストレス発散なんだ。うんかもしれない。あといらないものすっごいどんどん捨ててったりとかで、いるものも捨てて怒られちゃうあれどこ行っちゃってすごい怒られちゃうんだけど、ね、そうなので子供に強く当たったりとか疲れてて、うんいや私ねこれ思うんですけど、うん、子供に、まあ、強く当たるのはねそれ反省はすればいいと思うんですけど、うん、子供もそうお母さん今日ちょっと疲れてんなっていうのを、うん、見極める練習だと私は思ってます、うん
だから今お母さん機嫌悪いなとか、ちょっと疲れてるから今わがまま言っちゃいけないなって空気を読む練習ってこと、社会に出てからも。そうなのよ、私あんまり言ってないけど、その私4人兄弟で、実はシングルマザーで育ってるんですよ。そうで4人でシングルマザーだったので、お母さんがすっごい疲れてたのだから、あ、お母さん疲れてるってことも子供も知ってるんですよ。で、お母さん頑張ってくれてるっていうことも子供もすごい知ってくれてるか ら、 だからそこは、でましてや大きくなってきてるから、全然その、あ、疲れてるって分かってるし、うちお母さんもすっごい機嫌悪い時あっただけど、あ、今はこの話やめとこうとか、やっぱり4人目としてすごい空気読めるようになったから、なんかプラスに考えてほしいです。私も疲れてる時は、あの、子供たちに言います。お母さんも今すっごい疲れてるから、これ以上わがまま言ったらめちゃくちゃ怒るからねって言ってそう言います。だから先に言っとく。そう、もうお母さん本当疲れてるからって。で、携帯の、私息抜き携帯のゲームをやることなんですけどそうだよね、パズルゲームみたいなのやってるもんね。やり始めたら、もうお母さん今やってるから、今ちょっと本当話しかけない、今お母さんの時間だからってもう宣言しちゃいます。わかる。だからうちも本当にそう、今ママ本当に30分気絶するからほっといてって言って、あの、こっからはママがいないものだと思ってください、自分でできること以外は今この30分やらなくていい、全くやらなくていいから、ただただそこにいてってそしたらでも子供もね、意外にそう、しかも大きいからもう育ってるから比較的ね、逆にここまで大変だっただろうなってすごい思うよね。いやー、もうちょっと想像絶しますよ、ね、9年間シングルマザーで、しかも年もだよ、0歳からだよ、大変頼れる人がいなかったので、よくそう、ここまで、でもすごくいい子に、逆本当に、いや、そうだと思う、気遣わせ、いや、でも気遣うって生きていくうちに必要だから、それはそれでいいんだと思いますよ。そうです、すごいと思う。ていうかもう頼ってほしい、いろんな人を、うん、もういろんなものにも頼ってほしいし、いろんな人にも頼ってほしいし、確かに多分手抜いたところで誰にも文句は言われないと思う。だってここまでこんなに頑張ってきて、じゃあコンビニでお惣菜買いました、全然いいじゃんねいや、シングルじゃなくても買うから本当にもう本当に今日お惣菜の日だからみたいな、そうそう、 YouTube でそこで涙をして、うん、いやだからすごい、あの、真面目というかすごい頑張っちゃうんですよね。そうそうそう、嬉しくて、お惣菜ですよ、でいいんだ、もうパックからも映さないし映さないよ、だからうちもだって焼きおにぎり、あのパックのも出してるの、うん、温めたまんまで、そう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 、なんでみたいな、パックに入ってんじゃんみたいな感じでねそうです、そうです、だ自分でね、なんかどっか自分の手抜きポイントをね、もう本当にシングル問わず見つけてほしいですよね、うん、うんうん、いや、もっと頼っていいと思いますね、いろんな人に甘えていいと思います。確かに、もうだってこんなに頑張ったんだもんね、もうこれ以上頑張らなくていいと思います。でも、はい、こっからでもどんどん大きくなるから楽しみですね。もう大変な時は結構もう抜けたんじゃないですか、10歳だから。風邪とか引くともう3人ダウンで、もう、あ、そうか、そこが一番辛いところで、もう本当に大変で、風邪ね、かも誰も頼れず、私も辛い、確かに休めずで、ウーバーじゃないもんです、うん、運んで今はもう運んでくれるから、ね、ちょっと高いけどちょっとすごい気になって、あとはあの今さ、ほらレトルトとかもすごいいっぱいあるじゃないですか、だからもう防災だと思って買い置きしておくといいですか、もう米さえ炊けば生き延びるみたいな、うん、ありがとうございます、おいや、利用できるもの利用して、うん、息抜きしてください。そうですね、本当に携帯のゲームもいいですよ、携帯のゲームどう、だってさ、こんなに自分の思い通りピースを動かせるってないじゃん、いやでも全然思い通りに動いてくれないもん息子たち、途中で、うん、もうわけわかんなくなる時あるじゃん、あれ、それがまたストレスなの、あ、いいからなるほどね、積んじゃった時ってことね、死んじゃったけど、うん、課金はしないって決めてるとさ、なんかもう課金しなきゃ私これ乗り越えられないって悟った時もうすぐ消す、そのアプリ、私もだから課金一回しちゃうと終わりなんで、そう、課金はしないっていうマイルールを決めた中で、
あとゲームを変えてく。あでもそしたら全部中途半端じゃない？中途半端でいいのよ。いいんでしょ、そんなの完結しなくたっていいんだから、なんかその先が知りたくてゲームするんじゃないの？その瞬間が、その瞬間連打で全部消えたとかそういうのがいい。趣味あるんですか？全くない。何してるんですか？子供がもう寝た後YouTube。 みきちゃんが趣味なんだよ。嬉しいな。今日が息抜きになって。嬉しい。そうだよ、だって今日日曜日なのに。お子さんどうしてるんですか？来てるの？そうなんだ。いい子に育ちますよ。ごめんねと言いながら。いやごめんねなんてこと一個もないですよ。お母さんの大変さも絶対分かってるし、そう、私なんかこう自分が幸せになろうと思うし、私はね、なんか結構思うのは、シングルで育ったからこうなんですっていうよりも、シングルで育ったからこそ幸せになろうって思って結構生きてきたので、なんか親が一人親なんでとかって言う人結構多いんですけど、芸能界もね一人親の人多くて、そうそうそう、じゃなくてだからこそ幸せになろうぜってすごい思ってます。はい、なんで多分強く育ちます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。すごいね。シンクル9年だよ。9年考えられない。ねえ、偉すぎますよ。なんか頼れるものないの他に？なんかなんかないかな。ねえ、まあ、それこそね、家族が近くに住んでてくれてればね、いいですけどね。でもママ友もっと頼ってもいいかもしれないですね。そうかもしれないね、うん、全然いい。いいよ、全然ね。そうだね。そうそうそう、いやーすごい、なんか、うん、ギュッと詰まった時間ですね、本当に、うん。なんか公開収録ってこんななんか重めなっけ？なんか初めてのさ、うん、公開収録でさ重めを選択するスタッフもスタッフだよね。思わない？だからみきちゃんならできるっていう信頼でしょ、ね、すごい傷ついて帰ってるかもしれないじゃん。そんなことない。恋愛話なんてさ、私ただたださ楽しんでさ悩んでるのにさ、やっぱみきちゃんにしか解決できない。いやいやいや、でも本当になんか悩むってなんか、うん、逆に私は悩むって素敵だなって思うんですよ。なんかそれをなんか乗り越えた時になんかまた成長っていうかさ、そうです、ね、やってやったぜみたいな、そう一つ強くなれる気がするので、うん、私の大先輩の名言は、うん、壁は高ければ高いほどワクワクするっていう、うん、ちょっとわかる、はい、ちょっとわかる。だからすごいなんか言ってきた人を見返すために生きていくみたいな、ほら反骨心で生きてるから私。そうなの？反骨心で生きてる。そうなの、うん、なんかこの人にこうやって言われてすごい嫌だったなって思って、それをあなんかこう見返せる自分になろうみたいな、うん、そういうマイナスのパワーで生きてた。マイナスのパワーをプラスに変えて生きていくタイプ。なるほどね。そうそう、つるんとした人生より絶対ボコボコの方が楽しいですもんね。う、うん、走馬灯がすごいいっぱい出てくると思う。楽しいと思うよ。そうだね、そうです、そうです。はい、よかったみきちゃんに相談できて。本当自分の悩み何だったんだろうと思うでしょ。ね、朝から疲れてる。ごめんなさい、ごめんなさい。皆さん黒ニンニク食べてください。わかりました、ありがとうございます。はい、ということでひとみちゃんがここまでですか？はい、あっという間、あっという間でした。楽しかった。ありがとうございます。ぜひ呼んでください、はい、ファンの皆様が許す限り。嬉しい。いや、もちろんいいですか？ぜひぜひ来てください。お願いします、はいはい、日曜日なんでね、家族のもとへ。はい。気合い入れて頑張ります。頑張って。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ランチしましょう。ランチしましょう。ありがとうございました。話がね、尽きないから。はい、はい、ということで初めての公開収録ですけれども、今日は皆さんありがとうございました。本当にこんなに
年齢層幅広く男女問わず本当になんかいろんな方に見ていただけてるチャンネルなんだなと思うとすごく嬉しく思っています。そうですね、解決できるかは分かりませんが、これからもね、いろんな子羊たちを救っていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんもね、投稿していただけたらと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。